はい、それでは京介選手のインタビューを始めさせていただきます。はい、はい、今の気持ちいかがですか？もう早くやりたいですね。早くやりたいですか、はい、顔が結構ほっこりしてるんですけども、試合になったら闘争心出ますか？バッと。そうですね、もうしっかり仕留めるような、はい、顔から仕留めに行きます。あ、もう顔つきが変わるということですね。はい、わかりました。はい、対戦相手の柴田選手、どういった印象ありますか？なんか前回負けてるんで、なんか僕としては全然大したことないかなと思いますね。はいはい、なるほど、はい、オーディションはやはりじっくりご覧になられましたか？あんま見てない。あんま見てないんですね。じゃあ1分なんでとりあえず行こうということですね。はい、まあ、1分多分向こうが持たないんで。30秒 KO ですか？30秒ぐらい。はい、わかりました。はい、オーディションでは KO 勝利を収めていましたが、はい、あれからどんな練習されてきましたか？特にしてないです。あ、特になかったですか？特にしてないです。喧嘩自慢らしさをオープンに、はい、オープンに。なるほど、はい、わかりました。はい、あ、そう、すいません、喧嘩自慢の第1試合目となります。はい、この一戦でチーム大宮を引っ張っていく自信、どれぐらいありますか？いや、もう勝つことしか考えてないとか、はい、負けることを想像してないんで、はい、まあ、僕が勝って、でチームが勝って、うん、メイン の富澤さんも勝ってもらって、はい、大宮全勝で、そうですね、行きたいですね。ヤーマン選手も前回勝ちましたしね。そうですね。じゃあ大宮全勝を目指して、はい、最後に正面のカメラへ向かってファンの方々へ一言お願いいたします。応援してください。はい、以上になります。それでは明日頑張ってください。ありがとうございます。はい、それではメカ君選手のインタビューを始めさせていただきます。合ってますかね、メカ君選手？合ってます。はい、メカ君、メカ君選手です。はい、明日の意気込みをお願いいたします。明日の意気込みはもう足止めて、もうバチバチの殴り合いするんで、はい、もっと相手選手いや、もう付き合ってほしいですし、その殴り合いに、もう本当に喧嘩自慢なんで、はい、もう本当に喧嘩したいだけで、もう自分はもう喧嘩が好きなんで、もうぜひ喧嘩をしたいなって思ってます。はい、そうですね、ブレイキングダウン第10回大会ということもありますし、はい、大宮ということで今回埼玉ですよ、会場が。そうですね。どう思いますか？いや、もうホームなんで、はい、もう絶対負けられないっていうのもありますし、はい、はい、もう絶対勝ちますね。勝ちます。はい、はい、そうですね、前回井原選手とオーディションですごい戦いを見せていましたが、はい、あれから周りの反響はいかがでしたか？周りからの反響はでもすごいですね。でも、はい、昨日まで宮古いたんですよ、宮古島にいて。あ、そうなんですね。はい、帰ってきたんですけど、はいはいはい、みんなにもうなんか見てましたスーパーヒーローでした。はい、はい、応援してますみたいな、みんなにグータッチされたんで、すごいですね。はい、みんなからパワーもらったんで余計、はい、負けられないです。はい、宮古島行ってたということなんですけど、コンディションとか練習とかは特に？練習はしません、だって喧嘩ですもん。おお、1分で、はい、コンディションはバチバチにいいです。本当ですか？はい、体調面ももうバチバチです。前回のオーディションからここパワーアップしてるぞという面はありますか？パワーアップですか？気持ちですか？気持ちもですし、、うん、まあそうですね、まあ、一応シャドーぐらいはしてたんで、はい、新しい技が出てます。あ、なんで、はい、明日見れるということですね。はい、明日見れますね。はい、わかりました。それでは明日チーム大宮が優勝するための一言お願いいたします。はい、もう単純にもうみんな強いんで、練習しなくても単純楽しめるだけですね。もうみんな、もうみんな見ての通り強いんで、はい、もう楽しむだけです。はい、はい、わかりました。それでは明日頑張ってください。はい、ありがとうございます。それでは以上、メカ君選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それでは金森選手のインタビューを始めさせていただきます。はい、いよいよ明日です。今の気持ちいかがですか？はい、もう早く試合がしたくてしょうがないですね。うずうずしてますか？うずうずしてます。はい、そうですね、はい、ライト級と無差別の勝敗でチームの結果が大きく変わると白川陸人選手が予想していました。はいはい、そうですね、この言葉をどう捉えますか？やっぱり真ん中なんで、しっかり勝って、はい、あと2人いるんでつなげていきたいですよね。うん、はい、わかりました。そうですね、対戦相手のビニシウス選手、はい、どういった印象がありますか？まあ、特にないですけど、なんか格闘家だなっていう、はいはい、喧嘩自慢の力見せてやろうかなっていう感じですね。なるほど。じゃあそれでは前回のオーディションから今回まで練習ってされて、はい、あ、1回もしてないです。してないですか？はい、してないです。それは皆様そうなんですかね？お宮はそうですね。本当ですか？喧嘩できてるんで、喧嘩できっちり倒したいと思います。うん、は
はい、わかりました。オーディションでは豪快な KO を見せていました、はい、朝倉未来さんも思わず強いなという一言がありましたが、はい、オーディション出て周りの反響いかがでしたか？あ、そうですね、結構すごかったです。反響でかくて、あまあ本戦でもまた見せつけて、はい、そうですね、はい、きっちり倒します。はい、そうですね。それでは明日大宮の勝利するために意気込みをファンの方々へ一言お願いいたします。必ず KO で倒すんで応援よろしくお願いします。はい、それでは以上になります。ありがとうございました。明日頑張ってください。はい、それでは金城選手のインタビューを始めさせていただきます。はい、まずガラッと雰囲気が変わりましたね。はい、はい、今の意気込みいかがですか？まあ、勝つのみっていうところですね、うん、はい、そうですね。先ほどもチーム大宮は一切練習してないと聞いたんですけども、はい、本当でしょうか？そうですね、何もしてこず本当ですか、はい、イメトレだけしてました。イメトレ、はい、そうですね。対戦相手の研究などはされてないでしょうか？そうですね、特に、まあ、するような内容でもないかなっていう感じです。はいはい、1分ですしということで、はい、はい、そうですね。ここはびっちり勝って、あの宮島選手です。どういった印象がありますか？まあ、特に印象はないですけど、まあ、はい、この喧嘩自慢の中で一番ビッグカードかなと思ってるんで。そうですね、はい、はい、そうですね。何しでかすかわからない、予測不能とヤーマン選手がおっしゃってました。明日の戦いはどんな戦いをファンの方に見てもらいたいでしょうか？そうですね、まあ、ルールの範囲内で暴れたいと思います。あ、1分内で、わかりました。はい、記念すべき第10回大会でチーム大宮が優勝するために何が必要だと思いますか？自分の勝利ですね。自分自身まず一勝一勝ということで、はい、はい、わかりました。それでは最後に明日応援してくださるファンの方々へ一言お願いいたします。絶対負けねえからよろしく。はい、それでは以上になります。ありがとうございました。明日頑張ってください。ありがとうございます。はい、それではタイガ選手のインタビューを始めさせていただきます。はい、まずお願いします。お願いします。明日の意気込みをお願いいたします。そうですね、相手も、はい、僕もアメリカとハーフなんですけど、相手もブラジルとハーフの大きなやつなんで、はいはい、そうですね、お見舞いしてタップ倒しちゃうと思ってはい、そうですね。ライト級と無差別の勝敗でチームの結果が大きく変わると白川陸斗選手がおっしゃっていました。この言葉をどう捉えますか？まあ、見ればわかると思います。結果をきっちりと勝って大宮を優勝へと導く、はい、っていうことですね。そうですね、まあ、大宮、そうですね、今回ホーム戦でもあるんで、埼玉、はい、スーパーアリーグ、確かにそうですね、会場埼玉ですよ。はい、はい、うん、そうですね、先ほどアメリカと日本のハーフっておっしゃってたんですけども、はい、生まれは日本ですかね？生まれも育ちも日本ですね。日本ですか？見た目は全然ほぼ向こうなんです、はいはい、中身はめっちゃ日本人です。日本だったんですね、はい、はい、そうですね、190センチという高身長とリーチを生かして、はい、オーディションでは豪快な KO を見せていました、はい、あれから周りの反響いかがでしたか？そうですね、やっぱり気づいてもらえることが多いですね、はい、街中歩いてても。そうですね、あ、目立つってのもあると思うんですけど、はいはいはい、大宮歩いててすごかったですか？はい、そうですね、ヘドポルキングとの試合が見たいって結構見たいですね、それは多くて、はい、僕自身も結構やりたいと思って。じゃあ今回きっちり勝って、はい、そうですね、挑戦ですね、次は、ね、はい、わかりました、はい、チーム大宮の大将となります、はい、最後にカメラへ向かってチームを背負った一言をお願いいたします。大宮の皆さん、ありがとうございます。大宮の大将戦任せておいてください、俺に。はい、それでは以上になります。ありがとうございました。明日頑張ってください。ありがとうございます。ブレイキングダウン10は剣獄のほか、メテオ、エクシア、オニマルホーム、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。